こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。レンジフードに頭がぶつける。こんな内容、結構相談来るんですよね。行きましょう。ドン。こちら、今回のビフォーアフター、どうなったんでしょうか。築35年、戸建てリフォームマッハさんからいただきました。ありがとうございます。こちら、サンウェーブの以前、放浪キッチンでしたが、クリーンアップのステンレスステディアを設置していただきました。小さな工事等で時折お世話になっていた地元の工務店さんにお願いしました。トイレ、浴室、洗面所と順々に施工していただき、最後に今回リビングとキッチンの大工事となりました。これが以前のサンウェーブ、放浪キッチン。サンウェーブも放浪キッチンあったんですよね。実はこれリクシルでも今この流し台タイプは放浪でもあるんですけれどもね。よくあるこういったタイプ、届きにくい天袋。今は釣り戸だなって言いますが、以前は天袋。天井の袋。まさにその名前の通りですよね。出窓がまずは、大工さんは大きな窓を作るのが台所の基本だと思ってましたよ。だからこそ、出窓が優先。昔のまさにプランですよね。置いているものは、水切りかご、浄水器、家電、電子レンジ、オーブントースター、コーヒーメーカー、こんなものあなたも置いていませんか？うちもうちも。ですよね。そして、換気扇、ブーツ型、こういった、ちょっとツバの上の手前の部分上がってるんですが、今デザインフードで、同じ高さに仮にすると頭がぶつかる。こんな声でいっぱい、リホナビにも山さんにも届いています。シンク下は開き開き、だからこそ入れづらいし、入る、こういった、デッドスペースとっても多い。奥なんて取り出せないですよね。一回入れたら。で、シンクは、これ、ダブルシンクですね。コンロとシンクのグリーンの部分、この作業スペース、さらにはここは、ダイニングテーブルに使い、配膳スペース、まあ、水切り缶を置くのかもしれませんが、とにかく狭い台所。壁出し水性になっていて、カウンターの奥行きは、おそらくこれ、55センチぐらいじゃないでしょうか。こういったキッチンどうなったのか。ちなみに、これ電気、ラジエントじゃなくておそらく IH なんでしょうか？下はオーブンもついていたんですね。今は使っていないんではないでしょうか？今オーブンってなかなか使わないですよね。パン焼くことも少なくなった。ケーキ、こういった作ってた時代、今購入する。よっぽどパンを趣味としてる。お菓子作りを趣味をしている方ぐらいで、とはいえ、その各キッチンメーカーのオーブンレンジなんか見るとちょっと小さいんですよね。もっと大きいの欲しい。ビッグオーブンが欲しい。なんていう声も多いです。こういったコンロ IH、電気オーブン IH、どうなっていくんでしょうか。収納も見たい。食器棚は中のところ見ると、少ないですね。断捨離をしてこの量までダウンサイジング、少なくしてきました。いいですね。新しいキッチンには今回シンク下に全て収納できましたよ。見ていきましょう、後ほど。ビフォーアフター、どうなったか、ドン。これが工事現場、大掛かり。あ、窓なんかも変わってますね。以前の窓は、サッシの部分。これ大きさも変わったんでしょうかね。こういったスッキリとした窓になっています。クリーンアップ、ステディア。あら、この、冷蔵庫のかっこいい横に食器棚なくなってます。IH コンログリルなし、そして食洗機なしです。使用頻度の高い炒めの電動昇降乾燥庫はつけました。とはいえ一番はですね、I 型から L 型。なんだったらこのカップボードも、ちょっとこう、ある意味のレイアウト的にはこの字型のような感じに見えますね。オートムーブがシンクの上に、そして水栓もグースネックの浄水器内蔵でしょうか。こういった L 型コーナーの収納。これ、おそらく、ワゴン収納デルタトレイを使ってるんではないでしょうか。この部分も L 型にしてもデッドスペースが少ない。IH はグリルなしということは、クリーンアップは今ですね、以前は三菱にユーロスタイル廃盤になって、もう一回復刻版になっている、この三菱ユーロスタイルを採用しているんですね。ですからこの IH の下に、こういったフィックスではなく、ちゃんと引き出しの収納になっているのが特徴です。引き出し収納、この部分便利ですね。この辺は、やはり、ガスとまたちょっと違った IH ならではの収納のポイントです。キッチンペーパー、あれ？ってことはマグネット？
そう、マグネットパネルを採用したんです。出窓のところもすべて見切りでジョイナーで処理していただきました。大正解。マグネットパネルは注意点がありますよね。見切りを使って錆止めをしないといけないんです。これもコメント欄に一応貼っておきますね。この動画初めて見た方、リフォーダビに初めて会った方、マグネットパネルを使おうと思ってたけれど、実はこれ見切りとっても重要なんですよ。レンジフードが頭にぶつかる圧迫感、これどうなってたんでしょうか？今回、レンジフードを186センチの長男に合わせてあげていただきました。長男さんです。背高いですね。マッハさんのさすが息子さん。ということで、登場いただきましたが、よくよく見て、山さん気づきました。ブース型のレンジフード、天袋。これおそらくね、高さが55ぐらい？50なのかな？そうすると、レンジフードはこの差から見ると、70センチぐらいのレンジフードだったんじゃないかなと思うんですよ。で、フードが70センチ、釣り戸が50、約20センチの差ということで、釣り戸が短いバージョン。で、今回は釣り戸が70、レンジフードが50ということで、釣り戸が長いバージョンになっている、この辺ですね。基本的にはショールーム行くと、標準寸法、コンロとレンジフードの間は80センチ。ということで、これはですね、消防法的には今は下げて、いける。つまり60までいけるんですね。これ防火認定シールということで、まあ簡単に言うと、コンロ自体がセルフルコンロで、天ぷら油加熱防止機能等の安全機能になったことによって、もう約15年以上前からレンジフードは下げることができます。ですから、例えば60にすること。つまり、カウンター高さが85プラス60という形で低く下げれるんですけど、皆さん圧迫感、このデザインフードによってぶつかるっていう声も大きいので、逆に上げれるのは何センチかっていうと、カウンターの高さから100センチ。つまり、キッチンのカウンター高さが85ということの一般的なサイズであれば、100。つまり、185までは上げれるんですね。これが、身長185センチの息子さんでも OK になっている。そんな内容になっています。であるならば、185プラスレンジフードが50センチっていうことであれば、2350ミリの一般的なモジュールになっているのかな。もしくはそれ以上、2400という形になれば、上のところもまたレンジフードの高さも調整が可能です。ということで、ぜひご参考にしてみてください。ポイントは80にしなくても、理覚距離は100まで上げれるよということ。そしてレンジフードは70じゃなくて60とか50とか、ここに調整もできるよ。この辺は釣り糸とレンジフードが段差になってもできる。これが大きなポイントです。そして一番のポイント。ステンレスは流れるシンクにしました。天板悩みましたが、ステンレス天板継ぎ目なし。一番の悩みどころでしたが、大満足しています。クリーンアップステディア、微コートなんですね。お手入れしやすい。で、クリーンアップのステディアの今回のリフォームですけれども、最後まとめですけれど、開きになっていました。この部分、オール引き出し収納 L 型。ここにあった食器棚、ここの部分がなくなってスッキリ。スペースも広くなりますよね。新しいキッチンにはシンク下に全て収納できました。この辺もライフスタイル、家族との人数も変わってきたりね、こういったところも大きく影響するかと思います。ぜひ参考にしてみてください。LINE 登録で定期的にプレゼントを配信します。ぜひ山さんとお友達になっていただいて、 QR コードこちらから、そしてこちらの方のコメント欄から LINE で気軽に聞いてみよう。リホダビとは、一人一人のリフォームを成功に導く情報サイト、リホダビ。リホダビ教室、こちら YouTube、ブログ、インスタ、1300、日々集まる今日のようなリアルな声、リホダビライブラリー、ぜひ使ってくださいね。これによって、多くのこの検索のところから、あの内容を知りたかった、この内容、さらにはリホダビラジオ配信中。山さん、こんにちは。ラジオ聞きました。フルタイムで聞いているので、動画ではなかなか移動中見れない、聞けない、そんな内容、ラジオ状態なので画像を見たいとき危ないので見られなかった。ラジオ良かったです。こちらの方は LINE 限定、ゴールド会員でお届けしております。不定期です。LINE 登録で定期的にプレゼント配信、ぜひ、まずはこちらの QR コードの登録からしてみてはいかがでしょうか。いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。レンジフード。頭にぶつける。これ気をつけてください。ショールームで夫婦共に見てください。